皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回はですね、視聴者様からいただいたご質問にお答えをしたいなと思います。今回いただいたご質問は、朝食を食べる前にトレーニングをしていますと。空腹時だと脂肪をエネルギーに変えて、脂肪燃焼効果があると聞きましたが、本当ですかというのが1つ目。2つ目が、朝食前にトレーニングをするという方法で筋肉は落ちないですかというご質問ですね。こちらにお答えをしていきたいなと思います。ではまず1つ目ですね、朝食前、空腹状態でトレーニングをして脂肪燃焼効果があるかどうかなんですけども、残念ながらですね、あんまり変わりません。朝食取る前に動いたからといってそれほどですね、体脂肪が燃えるわけではないので、残念ながら期待はしすぎない方がいいかなと思います。2つ目なんですけども、朝食前にトレーニングしたからといって筋肉がこう分解されていくということもありません。それほど筋分解気にすぎる必要もないかなと思います。この理由についてお話をしていくんですけども、筋肉が落ちていく、体脂肪が燃焼されていくっていうのは、1日トータルで見た摂取カロリー、三大栄養素の量っていうのが一番大きな要素なんですね。しっかりですね、1日トータルで必要な栄養が確保できていれば、空腹状態でトレーニングをしたところで筋肉がどんどん落ちていくっていうこともないので、気にせずにね、トレーニングをしていただければなと思います。逆に、1日のエネルギー量っていうのが体脂肪の燃焼においても一番大きな要素ですので、朝食前に空腹でトレーニングをしたからといってそれによって体脂肪の燃焼が大きく促進されるっていうこともないので、トレーニング前に食事を取らなくても、体調的にね、大丈夫であれば、そのまま空腹でトレーニングするっていうのを続けていただいてもいいですし、トレーニング前にちょっとだけでもこう炭水化物とか、プロテイン飲んだりしてタンパク質入れたりとかしていただいた方が、調子がいいよっていうのであれば、トレーニング前にエネルギーを入れていただいた方がいいと思います。どちらでもいいので、ご自身が一番調子よくトレーニングができるような栄養摂取の方法っていうのを考えていただければなと思います。私もですね、減量中なんかは胃の中に物が入ってると気分悪くなってしまうので、朝食食べる前、完全な空腹状態でトレーニングをするんですけども、それでですね、特にこう筋肉がどんどん落ちていくっていうこともありません。毎年ですね、しっかり筋肉つけて、筋肉がより多い状態で大会に出れているので、1日トータル摂取カロリーと栄養素のバランスっていうのをしっかり考えていただければ、体脂肪の燃焼っていうのもそこまでこう期待はできないですけども、筋肉の分解っていうのをそこまで気にしすぎることもないかなと思います。この質問者さんから、トレーニング中に EAA を取ってトレーニング後に炭水化物とプロテインを飲んでますけども、これでもこう筋肉は落ちていくんでしょうかっていうふうにご質問もあったんですけども、これも1日の摂取カロリー、栄養素のバランスがしっかり取れていれば、筋肉の分解は気にすぎる必要はないので、このサプリメントの摂取は続けていただいていいんじゃないかなと思います。何せよですね、サプリメントを取ったからどう、このタイミングでこの運動をしたからどうっていうわけではなくて、一番大事なベースとなるですね、トレーニングの強度、しっかりもうトレーニングをする、一生懸命トレーニングをして扱う重量を増やしていくということと、しっかり1日トータルで考えたタンパク質の量とか炭水化物の量、脂質の量、カロリーの量っていうのを調整していく、毎日きっちり決めた量を守って食事をしていくっていうところが、筋肉をつけていく、筋肉を保ちつつ体脂肪を落としていくっていうところに一番大事なところですので、もうちょっと大きな目で見ていただいて、ご自身の食事とかトレーニングを考えていただけると成果も出やすくなるかなと思います。では今回はですね、視聴者さんからのご質問にお答えをさせていただきました。他にもですね、氷について教えてほしいということがあればですね、コメント欄に書き込んでいただければなと思います。この動画良かった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。